日本茨城県森谷市同地同地は、茨城県森谷市の大技。旧北相馬郡同地村。郵便番号は302-0112。森谷市東部に位置し、地域北部に古海川が流れる自然が色濃く残る地域である。東は、鳥出市一の台、西、南は本町、北は古海川を挟んで、つくば未来市長泥と接している。地域は、 概ね全域がかつて、下佐国総馬郡道地村となっていた。豪族の古墳が複数見られることから、古くは有力な豪族が支配した地域と考えられている。旧高級領取調べによると、幕末には、大安領で、69国6と6小2号であった。幕末には、下佐や陳部府、下佐地事件の管轄となり、1869年には、 葛飾県、1871年には、印ン県の管轄となり、1873年の大工小区制では、第14大工6小区となったが、これは本来は家庭であり、実地不便の向きもあるということを理由に、第5大工7小区へと再編されている。また、同年千葉県となる。1875年には、千葉県から茨城県に移管され、第9大工2小区となる。 1878年の軍区町村制で、大区小区の区分けは廃止され、同時に、相馬郡が、利根川を境に、南相馬郡と北相馬郡に分離し、北相馬郡同地村となる。1889年3月1日には、同じ北相馬郡の一の大村、上高井村、貝塚村、下高井村と合併し、同地は高井村の大字となるが、同地は立地上交通や、 経済の面で森屋町に大きく依存していることから町村合併時の機運が高まると森屋町との合併を希望する声が高まった。高井村の村長もそれを了解し、高井村村議会を経て同地の森屋町への合併を申し入れた。そして1955年2月15日に森屋町の一大事となり、その後高井村の各大技は鳥出町の大技となった。 合併当時の人口は190人、個数は30。2002年2月2日の森谷氏の市政志行により、同地は森谷氏の大技として現在に至る。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。